どうも皆さん、こんにちは、ピクトです。というわけで、今回もですね、デブ猫生活をやっていきたかったんですけど、とりあえず最初に、デブ猫を楽しみにしてくれた人たち、本当に、すいませんでしたー。パソコンが壊れちゃったんですー。すいませんでしたー。まあなんでこういった場所でね動画を撮っているのか説明していこうかなと思うんですけど、まず簡単に説明すると、僕が今使っているパソコンがぶっ壊れてしまって、しばらくね修理に出さないといけない状態になってしまったんですよ。まあだからその間デブ猫生活を更新することがちょっとできないっていう感じですね。はい。まあ別にいちいちこんな報告しなくてもいいだろうって思うかもしんないんですけど、前回の動画とか、まあ今までのねデブ猫のコメントとか見てると、毎回ね10万再生とか超えてて、高評価とかも前回ね3000ぐらい言ってて、本当にねすごい多分みんなね楽しみにしてくれてると思うんですけど、まあそんな中でデブ猫は更新できないまま、なんか他の動画とかをねいろいろ投稿しちゃうと、いやもう早く投稿しろよみたいな感じになると思うんですよね。まあ今までも普通にかくれんぼとかモッド紹介投稿しても、なんかデブ猫だけやってろよみたいな、すごい山賊みたいな人もいるわけで、まあ楽しみにしてくれてる人もね、まあたくさんいるっていう状況なんですよ。まあなので一応ねこういったね報告だけしておこうかなと思います。はい。次のデブ猫の更新はパソコン今修理出しちゃってるんで、いつ帰ってくるかわかんないんですけど、来年から投稿できればいいんじゃないかなって思います。それまで動画更新休むのもちょっとやっぱり、僕も一応ね YouTuber として冬休みだから、まあ、みんな動画見てくれるじゃないですか。で、その間ちょっと動画更新できないのはもったいないんで、こういう報告だけしておいて、更新できない理由だけ分かってもらえればいいかなって思います。はい。ちょっと説明下手でごめんね。まあ、とりあえず喋りながら、ただ喋るだけだとちょっとつまんないんで、なんかデブ猫適当に出して今、育ててます。はい。なんかね、デブ猫見たらね、クマモンがいた。お前猫じゃねえだろ。どう考えてもお前猫ではないだろ。で、あとなんかたまたま出したらすごい風呂敷これ。なんかね、背中につけてるね、可愛い猫もいるんだよね。なんかいろいろいるみたいだね、可愛い。で、データ自体もパソコンの本体の方に保存してたんで、バックアップファイルとかもなくて、把握、よろしゃすって感じなんで。まあでもそのデブ猫投稿できない間はなんかいろいろね、投稿するんで、他の動画を。まあだから、気長にね、待っていただければなと思います。で、まあ、かくれんぼとモッド紹介は多分取れるんで、まあ、どっちにしろ投稿はできると思うんですけど、まあ、なんか久しぶりにさ、フリーホラーとかもね、やろうかなって思ってます。まあ、だから動画の更新は、今まで通りなのかな？わかんない。僕の編集のやる気にかかってますね。で、もしこの動画が更新されて、その後全然更新されないようだったら、なんか冬休みだからってサボってるみたいな、そういう感覚で見てもらえればいいかなって思います。てかさ、なんだこいつ！え？なにこれ？え、学ラン来てんだけど、この猫。あ、うんこ投げちゃってごめん。めっちゃ可愛いんだけど、この猫。すげえ。これなんかさ、一昔前めっちゃ流行ったよね。なんか、多分、今の小中学生とかみんなわかんないと思うんですけど、リアルの猫に、こういう制服を着せて、なんかヤンキーみたいな猫が流行ったんですけど、名前忘れちゃったんだけど、なんだっけな、なんか番長みたいな猫が流行って、すごい可愛かったんでね。え、これ可愛いな、これ。すげえ。ちょ、めっちゃ巨大にしようぜ。なんか入りきってないな。うわー、尻尾めっちゃビクビクしてる。かわいい。まあとりあえずせっかくなんで、今回はあれかな、今年1年を振り返ってみて、どんな感じだったかなみたいなのを喋っていければいいかなって思います。はい。まあ興味ない人はここで切ってもらって、次回のデブ猫ね、楽しみにしてもらえればいいかなって思います。もうラジオ的な、本当にもうラジオみたいな感覚で聞いてください。今年1年どうだったかな、僕何やってたんだろう今年1年は。とりあえずまず1月何やってたかっていう感じなんだけど、1月あれだわ、中二病クラフトやってたわ。懐かしい、中二病クラフトとか。そういえばそんなのやってたな。去年はモッド紹介とかばっかやってたんですけど、ですね、なんか今年は結構モッドのシリーズ系とかが増えてきたかな。で、まあ、中二病クラフトが終わった後は、異世界クラフトとかも始めたし、あとは春休みをきっかけに結構ね、高評価とか、まあ、見てくれる人が結構増えたイメージがあるかな、僕の中では。かくれんぼをね、今年やり始めたんですよ、そう。もう今となってはもうずっとかくれんぼばっかやってるイメージなんですけど、今年の春休みからやってたんで、長いことやってるんですよね、かくれんぼも。すごい。ミニゲームをね、僕やり始めたっていうのがでかいかな、あとは結構いろんなゲームもまあ割とやり始めたかな。その時はマリオメーカーが流行ってたからマリオメーカーをやってたし、あとラッキーブロックいっぱいやってたね。ラッキーブロックもその時すごい流行ってたよね。なんか、ラッキーブロックブームみたいなのがあった気がするんですけど、
なんかそれのせいで僕もなんかちょっと便乗しようと思って、なんかラッキーブロックいろいろやってたね。まあまだ僕全然やってないんですけど、なんか、まあ、気が向いたらいろいろラッキーブロックもまたね、知らないやつやっていこうかなと思ってます。はい。あとあれだね、ハイフワールド系もやり始めたね。サバイバル系の、スカイブロック的な感じのあれかな。ああいうハイフワールドは僕一回もやったことなかったんで、まあそれもね、挑戦していろいろね、やってる感じですね。で、まあ最近だとデブ猫始めたせいか、全然僕デブ猫始めたせいでもう2ヶ月近くハイフワールドやってないんで、まあ来年からね、またハイフワールドいろいろね、挑戦していこうかなと思ってます。はい。まあ、結構来年も来年でやりたいこといっぱいあるね。あとこれが一番でかかったなっていうのはね、やっぱりね、今年になってね、友達が増えたかな。まあ、わかんない。僕が一方的に思ってるだけかもしれんけどね、それは。今年はなんか、ニンテンドースイッチで、なんか、マリカーやったり、まあ、スプラトゥーンやったり、まあ、結構、スプラトゥーンを主に、なんか、交友関係が広がった感は多いけどね。まあ、スプラトゥーンから、まあ、いろいろ友達が増えて、ゲームして、まあ、今では PUBG とかやる人も増えたし、まあ、あとはね、マイクラ、まあ、実況動画でもマイクラでね、コラボをしたり、なんか、いろんな企画呼ばれたりみたいな感じで、結構ね、知り合いが増えたイメージもあるかな。うん。なんかいろいろありましたね結構僕の中ではこの1年間は結構なんか内容が濃かった気がするね。去年はどっちかっていうと僕社畜してたんで、ずっとなんかブラック企業みたいなところで働いてたんで、まあブラック企業、まあ僕が思ってるだけかもしんないんですけど、まあ、なんかひたすら仕事ばっかやってた気がしたんで、ね、今年1年はなんか実況動画に専念して、まあ結構忙しかった面、楽しい時間もね、増えたかなって思います。はい。まあ、そんな感じかな。あと、視聴者さんの方もね、なんか増えた気がする、たくさん。なんか、そう、すごい目に見えてわかるのが、ツイッターのフォロワーが増えたり、あとツイッターに、なんかいいねの数とか、なんかリプライしてくれる人がたくさん増えて、あ、なんか嬉しいなって思うようになったし、あと動画にも、高評価たくさんしてくれて、すごいモチベにもつながっていいなって、なおさらやる気が出たって感じかな。うん。まあ、来年もね、まあ、今年よりね、一層なんか新しいコンテンツとかで、まあ、楽しめたらいいなって思います。まあ、それこそ別のゲーム実況したり、まあ、マイクラだったら今デブ猫もっとシリーズやってるんですけど、まあ、新しいシリーズ始めたりとかね。まあそんな感じかな。結局やることは変わってないんだけど、他のゲームやる以外やることが変わってないっていうね。あ、僕ね、来年ちょっとあれやってみたいなって思うんだよね。オアスポンモッド。マイクラ実況者みんなやってると思うんだけど、僕、オアスポンモッドって本当に僕一回も入れたこともないし、動画も全然見たことないんで、なんか一回ぐらいオアスポンモッドちょっと挑戦してみたいなっていう気持ちも。ありますね。まあ、あとは別ゲーとかでもなんか、やっぱり僕ってマイクラ実況者っていうイメージしかないんで、マイクラばっか見てもらえると思うんですけど、まあ、マイクラ以外にもね、他のゲームやった時もなんか、面白いって思って見てくれる人が増えてくれればいいなって思いながら、いろいろね、やっていこうかなって思います。はい。そんな感じかな。振り返れたかな？大丈夫？あとはなんかコメント欄とかで、まあ、今年1年はこんな感じだったよとか、なんか今年になってピクトさんのこと知れたよみたいな、あとは来年こんなことやってみてくださいみたいなのがあったら、まあ、コメントとかでいろいろ書いてもらえれば、どうせ今パソコンないからコメント読むと思うんで、よかったらなんか書いてみてください。まあ、ということなんで、デブ猫に関しては、まあ、しばらくお待ちください。はい。で、あとはまあ、コメントとかでいろいろね、まあ、要望であったり、まあ、今年1年どんな年だったとかあったら、コメント書いてみてください。はい。で、あともしかしたら、マイクラの動画に関しては画質とかがすごい悪くなるかもしんないんですけど、それに関しては許してください。ま、そんなわけなんで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらね、たくさんコメントとかでいろいろお待ちしております。はい。ま、いろいろ、ま、何でも書いてください。はい。もうこの動画のコメント欄に関しては、なんか他の実況者の名前とか全然書いていいんで、相手の人に迷惑さえかけなければ、もう他の人の名前とか書いちゃっていいんで、なんか、〇〇のが面白いとかコメントでも、なんか僕が傷つくだけなんで、はい。ま、今年も結構楽しかったんですけど、来年もね、より一層頑張っていこうかなと思います。はい。あ、まあ、今年最後の動画じゃないんですけど、これ。まあ、そういうわけなんで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。なんかすごい怖いことになっちゃったんだけど、デブ猫に埋まったんだが。最後までご視聴いただきありがとう。
あのパソコンが壊れてエンディングのデータがないんで急遽今撮ってます。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、なんだっけ、動画の拡散、いいね、インスタグラムのフォロー、高評価ボタン、コメントよろしく。